し俺がみんなより先に死んだなら嘘でもいいから葬式ではちゃんと泣いてくれ。ここでマスクなくたっていいから人には預けずにちゃんと自分で持ってきてくれ。証拠の後すぐどっかに抜け出して友達だけで飲むのはやめてくれ。お経の間いくら退屈でも喪服の若い子めっちゃ気持ちで見るのはやめてくれ。お清めの席では世間話じゃなくちゃんと俺の話をしてくれ。死んでも俺は見てるぞ、棺桶の中で見てるぞ。悪口言ったら毎晩そいつの枕元に立つぞ。どうかいいやつだったと言ってくれ。嘘でもいいから言ってくれ。惜しいやつをなくしたと言ってくれ。大体昔から熱いのは大の苦手だったんで、できれば焼かずにミイラにしてくれ。あるいは中身に綿でも詰め込んで剥製にして床の間に置いてくれ。地獄に行くのは嫌だぞ、絶対天国に行くぞ。綺麗な姉ちゃんたくさん派手だし酒飲んで暮らすといいか、ちゃんと聞いておけ神様。地獄に行かせるつもりなら代わりに俺の女房を連れて行け。ついでに上司も連れてってくれ。ライララ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 ライ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 ララライララライララライ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 ララライ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